昨日行われましたコラケンホール大会で新チャンピオン、そしてトリガーのリーダーとなりました芦野です。まあチャンピオンになって実感というのはまだこれから出てくるのかなとは思ってます。まあ、昨日のメインの試合は、まあ、僕的に微妙な気持ちで、中立の立場でセコンドに立っていたんですけども まあ、終わった瞬間はね、芦野が取ったことに対して、まあ、嬉しいっていう感情と、よくやったなという感情と、まあ、河野がやられたことに対して、まあ、意外だった、びっくりしたなというふうに思っていたんですが、まあ、取った瞬間にね、芦野の態度が急に変わったんでね、まあ、そうなっちゃうとね、俺もね、ただじゃ済まないよという感じに、今はそういう気持ちですね。昨日のリング上の出来事を踏まえて、まあ、近藤選手についてどうですか？トリガーで一番強い河野さん、昨日タップアウトさせて、近藤さんは、まあ、僕と河野さんがトリガーで盛り上げようと言っている中、UWA でニューエラに負けて、のんきにやってたと思うんですよね。まあ、多分ニューエラ相手なんで、近藤さんも本当に力を出して戦おうと思ってなかったと思うんですよ。で、河野さんの時もそうですけど、まあ、僕が喧嘩を売って、その本気を引き出そうかなと思ってやりました。でも僕から逆指名という形になりましたけど、まあ、中途半端なやつらが挑戦表明してこなくてよかったなとは思ってます。まあ、芦野はデビューして、まあ、2年ちょっと、まあ、僕多分何年だろう、10年以上やってるのかな。まあ、まだまだプロレスに対しての、まあ、怖さというものもまだ持ってないでしょうし、まあ、僕はその10年分の引き出し、まあ、いろんなものを持ち合わせていると思います。まあ、この試合に関しては、まあ、タイトル云々よりももうちょっと まあ、個人的な気持ちの戦いになると思ってます。芦野選手がレッスルワンを上げたいとか、そういう向上心のある言葉をよく言ってるんですけれども、そのことに対して近藤さんはどう思いますか？まあ、僕はずっと、まあ、芦野を買ってきて一緒のチームになったんで、まあ、それは十分分かってるつもりですね。まあ、でも、まあ、僕に噛みつくっていうことは、まあ、どういうことかっていうところを見せたいなと思ってます。昨日、芦野選手からボス、この選手に勝ったからボスは自分だって発言があったんですけど、それについて、近藤さん、ボスとして認めてはいるんですか？まあ、ボスとかなんとかって何でもいいんですけど、まあ、とりあえず俺を倒せよっていう感じですね。俺を倒したら、まあ、好きなこと何でも言っていいよ。まあ、トリガーって、まあ、実力だけでできてるチームなんで、まあ、勝てば何でもやらせてやるよって感じですね。